目を奪う仕草、研ぎ澄まされた形、心に届く歴史の声。長い年月をかけて人から人へと受け継がれる伝統は、今を生きる者による革新と出会い、探求と成長を繰り返す。それはまるで太く美しい木の根のように、揺るぎない精神性がそこには宿る。その一つ一つに触れるとき、この国の伝統はあなたに訴えかけるだろう。過去との対峙とは、未来への継承とは、私という存在とは、それはきっとあなたを連れていく。あなたが今いる場所から、あなたがいるに値する場所へ。